こんにちは、ダイスです。今回はスーパーマリオブラザーズワンダー続きからやっていきます。現在までにワールド1、2までは全てクリアしてきました。チェックマークもちゃんとついたので、次今回は黄金滝のコースを進めていこうと思います。黄金滝のコースだと結構取れてないところがだいぶありますので、一番最初のコースから取れていないところを進めていこうと思います。まずはよりどりみどりホッピーの試練、ここのコースで取れていなかったのは最後のゴールポストかなと思います。じゃあちょっと確認、最後のゴールポストだけですね。そこまでは結構普通に進められるっぽいので、サクッと行っちゃおうと思います。あ、えい、よし。おう、なんかジャンプに合わせてジャンプされるのがちょっとね、結構辛いところはあるんですけど、なんとかねサクッとゴールまで進めていきたいです。あんまりジャンプしたくないあまりジャンプしたくないんですけどね。はい、で降りる。はい、進めていくと、この上ってどうしようかな。なんか戻ってくる。ワンダーフラワー取ってよかったですかね。なんかも、わあ、なんかでっかいのいる。なんかでっかいのいますね。あ、こんな感じなんだっけ。ちょっと覚えてないんだけど、だいぶ大きいのいるんですが、大丈夫でしょうか。あれ、あ、そっか、上上げてもらう、開けてもらうんじゃなかったっけ。あ、ひどい、せっかくの象が、私の象さんが。はい、じゃあ横行って上を開けてもらって、まだ上開けてもらうんですよね確か。えすごいゆっくり歩いてるけど、このマリオ大丈夫かな。はい、ジャンプして、これでまた開けてもらいましょう。よし、開いた。はい、取れました。はい、でゴールポストのところに行けるかな。はい、上から来ましたね。せーの、待って、待って、これ結構難しいですよ。これでジャンプが出るんだよね。ってことは、え、なんでジャンプしてくれないの。え、これジャンプしてくれないとここ入れないんだけど。どっちも一緒にジャンプしてくれないのかな。一匹になっちゃった。いける、いけるんでしょうか。うわ、ジャンプしてくれない。ジャンプしてほしいんだけどな。よし、一番上取れました。そう、こうやらないと多分一番上のポストが取れなかったので、よかったです。いや、どうなるかなと思いましたけど、ホッピーの試練はこれでクリア。ここのコースに関しては全てがこれで終わったっていう感じになっていますので、次のコースも行ってみましょう。お、また来た師匠。とりあえずですね、師匠は毎回出てきてくれるみたいです。次、次終わってないところをチェック。次のコースは、うわー、こっち側のコースですね。近くのところも結構終わってなかったはずなんですけど、この辺は終わってるみたいです。ということはこっちかな、多分ここ、ここですね。3個目の10フラワーコインが取れていないので、ここに行きましょう。3個目っていうことは結構先にあると思います。バッジはダウジングのバッジにして探しながら行きましょう。ここジャンプしてくるとこだよね。結構大変だった記憶があるんだけどな。はい、おお、
倒されないようにしないとダメですね。はい、ここなんかゾウで来るとこれが使えるんじゃなかったかな、ま、上の段にあったりするのでそれをちょっともらいましょう。はい、これが1枚目。2枚目、3枚目がどこにあるのかはちょっと覚えてないんですよね。なので1個ずつね確認しながら見ていこうと思います。はい、よっ、下段に行くんじゃなかったかな。2個目は多分そうですね、下の段に行かないといけなかったはず。はい、これで入ります。2枚目がここな気がする。あ、ここですね、確か、ね、スターがあるんですよね、ここ。で、全部倒すとなんか出てきてくれたはず。あと1匹、あと1匹倒したいけど倒れなかったです。はい、これが2枚目のジューフラワーコイン。じゃあ3枚目探しましょう。この先にあるっていうことは分かりました。3枚目、おお、怖い。この上はいけないのかな。なんかいけなさそうですよね。お、ゾウリンゴ、ゾウリンゴです。3、2、あ、1。はい、ゾウリンゴ。これでもう一回ゾウでいけるのでゾウでいっちゃいましょう。うん、この上だったみたい。ちょっとやっちゃいましたね。これが3枚目かな。うん、多分3枚目ですね、今の。ということは戻ればいるかな。いないですね。持ってこれそうなのがないな。ちょっときついですよね、ここ持ってくるの。いけるかな。持って泳げればここから運べるんじゃないかと思うんですけど、運べそうでしょうか。これを運べれば一番いいんだけど。あー、運べなかった。戻ったらいますかね。いなかったらまたやり直しになっちゃうんですけど。いないね、やり直しだ、残念。ってことでとりあえずゴールしちゃいましょう。ゴールポストを取ってあるので、まあしょうがないですけど、もう一回行きます。今のところも何とかしなきゃいけなかったんだけどな。あ、倒れちゃってもいいかな。いいかもしれないですね。はい、もうとりあえずゴールはできたという感じですが、途中のね3枚目のコインはあの上のところに多分当てて入るとかだと思うので、もう一回やってみましょう。途中のところで取りに行ければいいけれど。はい、ということでやり直しします。いつでもゾウにして行ってみましょう。いつでもゾウ、いつでもゾウならいけるかな。よし、あ、せっかくゾウになったのに。もう一回やり直しましょう。ゾウさんだったらモテるのかもしれないので、ゾウバッジのままで行ってみようと思います。もしかしたらここはゾウマリオのところかもしれないです。はい、これでいつでもゾウ OK。で、あ、やっぱりゾウさんならモテる。これを持ってかないといけないはずなんですけど。あー、やっちゃった。まあ、しょうがないですね。ここにいる子でなんとかし。あー、またせっかくいつでもゾウだったのに。いつでもゾウになりたい。あ、来た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 。危ない危ない。
が効いてる。で問題はこの先ですよね。あ、いつでも象が。しょうがない、使っちゃおう。はい、これで、よし、持ったよ。これじゃない？あ、行った行った、よかった。多分ここが3個目だと思う。ほい、え、発見。よし、取れました。これ多分ゾウマリオじゃないと無理なんですね。大きくないと持てないんだと思います、多分ですけど。はい、でワンダーは別に取らなくていいので、今回はこのままゴールでいいですよね。ゴールしましょう。はい、ワンダーフラワー取ると結構ね違いが出たはずなんですけど、今回に関しては取らなくていいので取るのをやめます。はい、できました。ゾウマリオじゃないとっていうところって結構ボスの中でありますね。これで今回2つ目の狙いすまされエネミーの試練も OK です。なんかとってもいいところ切り抜かれてる気がします。はい、これで2つ目のコースも全部チェックがつきました。次3つ目、ここのコースは一番最後のゴールポストと2個目の10フラワーコインがないっていう感じになってますね。はい、一回ダブジングで見に行きます。で、できなかったらまたちょっと変えてみましょう。最初からなんか違いがあるんだね。今の何？ね、今の何？追いかけます。よっ、これが1枚目。はい、10フラワーコインの1枚目。あ、起きちゃった。次が2枚目が多分この上にあって、3枚目はちょっとねどこにあるのか分かんないんですよね。なので確認しなきゃ。あれ、行っちゃった。出た。入れたりする？入れたりするらしい。2枚目発見。これか。はい、オッケー。わあ、ミスしちゃった。そのまま行けばよかったんですけど、ミスしちゃったのでここからです。まあでも今回また行っても取れてると思うんですけど、一応確認します。2枚目はこれで取れましたね。取れてるね。よしよし、取れてるのを確認したのでこのまま上行きます。はい、残りはゴールポスト。ゴールポストか。これもあるんですね。ってことはちょっとブロックの出現に変えておきましょう。はい、ブロック出現に変えました。なんかないかな。はい、来た。よし、あとはゴール行くだけなので使っちゃいます。よっしゃー。はーい、えい、すごい、めちゃくちゃ楽しいですよね、これ。秒数もあるんでちょっとね頑張んないといけないんですけど、はい、結構いろんなの倒しながらいけるんで、個人的にはここのコース好きです。面白い。はい、また上まで行きます。ジャンプー。はーい、結構来ましたね。食らいまーす。当たる。よいしょー。発見。は
はい、という感じで落ちてきました。あとはゴールポストの一番上を取るだけ。一番上取れるかな、だいぶ不安ですけど。花火綺麗だった ね、花火綺麗でしたよね。また一緒に見たいねはい、ということでみんながジャンプしてこなくなってる。これが3枚目かな。ん？お、みんながジャンプしてこなくなってる。これは嬉しいけど、あ、取れましたねよかったです。やっぱりびっくりマークのブロックつけるのはかなり楽になるのでありですね。ということで中間試練、ここのコースも終わりました。まだまだ残っていると思うんですけど、あとどれくらいやるのでしょう。師匠はい、ちょっと師匠も来てくれたんでコースセレクトを確認します。今3つ目まで終わって、4つ、ここが終わってないですね。5つ目は取れてるみたい。ここか、待って、難しさがとても高いところなんですけど、飛び出し危険トゲトゲ山の試練、これはちょっとどうにかしないといけないみたいです。でバッジのセレクトを1回ダウジングに変えてみます。わー、3枚とも取れてないですね。3枚とも取れてない。あ、ジャンプするとこれ出るみたいですね、そこって。そこ、まあ、多分確認しながら行くんだと思うんで、これで取るのかな。なんとなくですけど、あ、変なジャンプの仕方してる。これで取る気がする。あ、取れた。敵で取るんだ。1枚目取れましたよ。はい、じゃあね、やってみます。トゲトゲがあるところはジャンプしちゃダメ。あー、今のやつで取らなきゃいけなかったんじゃないですか。しかもいなくなっちゃった。多分そうですね、やり直し。なんか分かりました。タイミング全部見てジャンプしていかないとダメなのと、あと戻ってきた時にこの筒がないと戻ってこれないんですね、この子。それはね、分かりました。なんでジャンプしすぎも良くないですね。お、怖い怖い。これはこのままでいいかな。上行った時に、よし、戻ってきて。よしよし、危ない危ない。シュポって戻ってこれるようにしないといけないって分かったので頑張ります。ゾウで何するんだ。えい、あ、取れた。ギリギリでしたけど2枚目も取れました。3枚目ってどこですかね、ちょっと覚えてないな。あ、これ？これだ。ん？お疲れ。下まで来ましたよ。これで、はい。クリブロック、超リング取って、なんかここっぽいですよね。これかな？ここっぽいですね。なんかありそう、何かがありそう。シュポッ、これかな。あ、こんなフラワーがある。取れたはい、これ多分やってなかったやつですね。うわー、待って、上の方めちゃくちゃなんかあるんですけど、これはここの上に乗るってことかな。乗るみたいですね。はい、中入ります。で、中入って登って、ここも全部やる。おお、面白い。あ、待って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 、入れるみたいだね。合わせてジャンプ。あー、渡っていけない。もう渡っていかないとダメなのかな。上に乗った状態だったら多分入れるので入ります。
あ、入れない。待って、秒数があるんだよ、ここのコース。よし、中入るよ。はい、あ、発見しました。これが取れるはず。ギリギリ。はい、ワンダーフラワー、取れてなかったやつが取れました。おー、落ちてきてる。ひーって、大丈夫？落ちる。うん、落ちてるね。着地できる？あ、着地できました。3枚目はこの音かな。ちょっと怪しいのはこの辺なんだけど、どこどこ。うわ、よし、あ、ここかな。ここですね、多分。おい、で、あ、取れました。すごい、3枚。で、待って待って、あ、一番最後のゴールはちゃんと取ってるんだね。じゃあ、無理しなくていいってことにします。はい、ということで1枚も取れてなかったので、ここのコース取れたのは嬉しいです。トゲトゲ山の試練コース、難しさも星4だったのと、あと敵キャラを使って10フラワーコイン取るっていうのかなり面白かったです。これで黄金だけのワンダーシードを全て手に入れました。記念に、100もらったのですが、満パンになってますね。どっかで消費してこないともったいないかも。はい、コースセレクト行ってみましょう。ここまで終わって、次はここからですね。かなり取れてないところがあるのかなと思ってきたんですけど、残り1個みたいですね。まあ、なんか消費しないといけないので、ちょっと見に行きましょう。試練のお供に何か買ってないものがあるでしょうか。特に買ってないものはない。パネルくじとかですね、やらないといけないんですけど、そこはちょっとまた今度にしようと思うので、これで最後ですね。ダッシュレール、最終試練の爆走ダッシュレール、ここに行ってみましょう。はい、バッジセレクトはダウジングにして、ここのコースだと10フラワーコインが取れてなかったみたいです。こんな感じ、2枚目と3枚目が取れてないっていうことなので、それをね、うまくできるようにやっていきましょう。ほい、ジャンプジャンプジャンプ、降りる。はい、降りる。2枚目と3枚目なので、この音ですね。はい、どこにあるんだ、2枚目と3枚目って。あ、ぶつけちゃった。まずい、発見。取れましたよ、とりあえず。待って、落ちちゃった。ということは、私がやってしまうヒップドロップをやらないようにした方がいいので、変えます。空中でこれね、よくやっちゃうので変えときましょう。はい、で、そういうキャラにしていきます。次3枚目だけ取れればいいってことですね。なんかいろいろ来るのをなんとかしないといけないと思うのですが、とりあえず道に会えるように行ってみます。はい、これで降りる。で、ジャンプジャンプ、上の段にね、行けばワンダーフラワーが取れるんですけど、それをちょっと取らずに行きましょう。はい、ここもね、取ってあるのでそのままです。で、降りてって、はい、チェック、中間まで来ました。ここからの流れで多分10フラワーコインが1個あるはずなので、それを取りましょう。あった、よし、取れましたね。これで完了できたはず。はい、はい、あとはゴールに行けば済む。あ、やらかしました。持ってればよかったのに、そのまま来ちゃいましたね。
でも多分10グラバーコインは取れてることになってるので、あとはゴールを目指すだけ。あ、待って、なんかやら、や、え、あ、あれバッチセレクト変えますか、わかんないけどなんかありますね、なんかある。はい、大きくなってきます。はい、再び行きましょう。ちゃんとね、ジャンプのタイミング考えればできるんですけど。よいしょ、はい、落ちました。これで上に行って、あー、またやっちゃったこれジャンプしなくていいの？上の段に行きたいですよね、間違っちゃうから。どうしようかな、復帰ジャンプとかつけても意味ないですよね多分。よいしょよいしょ、上の段にジャンプってできないのかな。できれば上の段に行きたい。よいしょよいしょ、あー難しいか。あ、何もしなくてよかった。あー、何もしないとダメだったあ、あ、もうちょっと先でしたね。ここ落ちちゃうな、気をつけます。でとりあえず大きくなっといてやりましょう。タイミングジャンプ、タイミングタイミング、ジャンプで、ジャンプ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 からの、ここは何もしなくて、ここはちゃんとジャンプ、よし、いけました。はい、え、なんかよくわかんないのついてる、危ない危ない。はいはい、あ、到着よかった、行けました。まあ何もないところなんですけど、ここのゴールって2個あって、ここじゃないんですよねゴールって。ただ今回に関しては10フラワーコインだけだったので、これで OK にします。はい、あとはチェック取ってないとこどこですかね。ん？なんかチェックがない、なんでだろう。今までのコースってこの、ワンダーシードの隣にフラワーみたいなマークでチェックマークがつくんですけど、ここついてないですね。っていうことは何かがあるってことかな？ん？なんかやってないコースが存在してたりしますか？館が何もない、もしかして。ちょっと行くだけ行ってみましょう。館にチェックがついてないのはなぜでしょう？館はなぜ？厳しい試練に挑みたいと称おっしゃるのですか？あ、秘密の道ありましたね。これが原因だったみたい。どこ行ったんだろう。秘密の道って何でしょう？あれ？あ、出た。これ何？スペシャルワールドへ。これもフラワーショットへ、これがスペシャルワールドへ、で、これで出たことになるのかな。あ、できましたね。黄金滝コースは、終わった後にグランドシードの館に2回行かないといけないようになってました。これでチェックマークが出たので、これにて完了という感じです。スペシャルワールドにもこうやって行けるように道を開くみたいです。まだですね、スペシャルワールドの道のその先は特にやってなかったんですけど、黄金滝スペシャルはゴロゴロ岩の雨を避けて、難しさがかなり難しいコースになってます。スペシャルワールドはまたね、今後にしようと思うので、とりあえずね、地上コースを進めて次回もやっていこうと思います。ということで、黄金滝のワールド3コースは全てこれで終わりました。まだまだ残っているのが、ヒテリー砂漠、キンキン採掘場、エマグマの樹海、そしてフラワー諸島とスペシャルワールドっていう感じで、だいぶ残ってるので頑張ってやっていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。See you!